こんにちは、ニケです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日は短めにサクッとですね、気になるアイテムがあったのでシェアさせていただきつつですね、ギア好きな皆様の所感も伺ってみたいなと思います。それがですね、こちらのフォックスファイアというブランドのですね、ミズリープジャケットという、シェルジャケットになります。フォックスファイアというブランドなんですけれども、着用されたことは、あるでしょうか。もちろん知ってはいましたし、前からちょこっとね、こう手に取る機会なんかもあったんですけれども、ほとんどちゃんとね、知らなかったなと思ってて、個人的にフォックスファイヤーといえばですね、なんとなくこう釣りがね、バックグラウンドにあるようなブランドっていうことだけは認識はしてたんですけれども、南下コラボのイメージが結構最近はね、強くて、ここ数年はですね、これになってますが、昨年だとね、オーロラダウンのこう釣り特化みたいなね、モデルとかが出てましたよね。あとはね、タウンユース向けのフィールドジャケットをこうアローズとコラボで出してたりとかっていうことぐらいはなんとなくね、把握はしてたんですけれども、なかなかこう詳しく知るきっかけがなかったなと思って、調べてみるとですね、一番こう発端、ブランドの発端はアメリカにあったようなんですけれども、1982年創業の国産ブランドということで、日本のブランドだったんですね。で、日本で4種類のフライフィッシングベストから、スタートをしているということでした。はい、知らなかったです。で、ブランド名のですね、フォックスファイアなんですが、こちらは枯れ木に生える菌類が発する輪行というものが、モチーフになっていて、非常に、崇高な、自然現象から、自然という教師が人間に与え続けている知恵の象徴ということで、ブランドロゴになっているようです。はい。で、そんなフォックスファイアがですね、この春から、展開をしているのがですね、ミズリープジャケットという、シェルジャケットです。で、今回注目なのが、ゴア社のですね、ウィンドストッパープロダクトを、ベースにした、ブランド独自の新素材を開発ということで、X プルーフと呼ばれるですね、新素材になっているんですけれども、ウィンドストッパーといえばですね、生地同士のこう縫い合わせにあえてこうシームテープをですね、使わずに、防水性能っていうところはですね、なかったんですけれども、その分ね、着用感とか、快適性が高かったりとか、あと防風性、それから透湿性に関しては、非常にこう優れた性能を持っているということで、タウンユース向けだったりとかね、作業服だったりとかで結構多く採用されていたような素材だったんですけれども、このウィンドストッパーにですね、今回その独自のシーム処理っていうのを追加をして、防水性もですね、兼ね備えたというのが今回一番のポイントになっているようです。はい。で、ゴア社のですね、正規のこうテストみたいなものは実施はされていないようなんですけれども、一応こうレインウェアとして使えるような基準は満たしているということになってます。で、その他こちらのですね、ジャケットの機能としては、フードの取り外しができたりとか、こう非常にこうコンパクトに収納できたりとか、で、浸水はね、仮にこう防げたとしても、どれぐらいこうしっかり撥水してくれるのかなっていうのは、気にはなっていたんですけれども、一般的なゴアテックスプロダクトと、同等のですね、耐水圧を備えているということなんですよね。今着てるね、こういった、ガンマ SL なんですが、そういったね、ソフトシェルの着用感と、それほど大差なく、防水性がね、さらにこう付与されるっていうことなんで、これはっていう感じですよね。こちらの、例えばね、よく普段着ているベータジャケットと比較をすると、もちろんね、シルエットとか、デザインとかそういうことはあると思うんですけども、今回ですね、価格に関しても33,000円ということで、この、ベータジャケットと比べれば、ハードシェルとね、ソフトシェルっていう違いはあるんですけれども、金額だけ見るとですね、半分以下なので、緊急用のシェルっていう位置づけではですね、結構この、X プルーフというか、着心地も、重視をしながら防水性もあるっていう素材がですね、結構ですね、食い込んできそうな、気もしております。で、カラーリングもですね、結構豊富で、ゴールドイエロー、グラナイトサンド、ハンターグリーン、インディゴ、ブラックという、5色展開になってます。はい。で、ナチュラル系の色味も、ありますし、結構ね、発色のいい、イニシャル D の FD みたいなケース系イエローなんかもあるんですけれども、一応ですね、こちらすでに、販売開始と、なっているようです。はい。はい。で、同じ素材ですね、X プルーフを使った、デューバウンシーコートというのも、あるようです。はい。なんでね、ぜひ、店頭で見かけた際はですね、手に取っていただければと思いますし、今ネットでも、購入はできるようなんで、ぜひ詳しくチェックをしてみてください。はい。はい。というわけでですね、今回は簡単に、最近気になったアイテムのシェアという感じだったんですけれども、はい、ぜひですね、こちらのミズリープジャケット、気になる部分とか素材自体に関してですね、思うところが、ある方はぜひコメントもお待ちしております。はい。というわけで、今回もですね、最後までご視聴ありがとうございました。